三井不動産、ウォーターフロントパークウォーターフロントパークは、東京ディズニーシー内にある多目的広場のことである。主に、スペシャルイベントのステージ会場として使用されるが、スペシャルイベントがないとき、スペシャルイベント向けに、ステージ設置工事を行っていないとき、メディテレーニアンハーバーで、スペシャルイベントを行うときなどは、公演として、ゲストに開放されている。 2003年11月4日オープン。建設主大林組、ウォーターフロントパークで開催された、最初のショーは2003年の、ハーバーサイドクリスマスで開催された、クリスマスホリデーインニューヨーク。2015年7月16日より、三井不動産が、スポンサー企業として契約された。ベンチ、樹木などが配置された公園として開放されている。公園中央の地面は、 噴水となっている。この噴水には貯水部分がなく、噴水部分を駆け抜けるといったことも可能。夜間は噴水がライトアップされる。この噴水は公園に流れる BGM に合わせて水量や吹き上げる高さなどが変化する。昼と夜とでは BGM の傾向が異なり、昼は20世紀初頭のマーチングバンド曲、夜は20世紀初頭のジャズ曲が流れる。 ディズニーリズムオブワールド開催時のステージ配置、スペシャルイベントの会場として使用される場合は、ステージを設置する。ステージは固定ではなく、イベントごとに設置される。ディズニーリズムオブワールド開催時のような十字のものや、ミニーのナットクラッカーなどのようなアイスリンクが接続されたものなど、様々なタイプのステージがある。ステージの方向は、東向きに設置されることが多いが、 ザッツ・ディズニー・テイミントやミステリアス・マスカレード、クリスマス・ウィッシュのように北向きに横長のステージが設置される場合もある。ミッキーのドリーム・カンパニーまでに行われてきたショーは全席自由席のためトイレなどで一時退場する際はキャストが配布している再入場券をもらい、再入場する際に返却する。会場内の混雑が少ない場合には再入場券が配られないこともある。 ミステリアスマスカレードクリスマスウィッシュは抽選による入場券の配布が行われた。イースター・イン・ニューヨークでは小型ステージを四隅に配し、地面に直接座って鑑賞。ニューヨークハロウィーン・フォリーズホリデー・グリーティングフロム・セブンポートでは地面に直接座ってみるが、西向きにステージが設置された。ありがとうございます。